貴様は二つ。言ってはならんことを口にした。一つは、ハイドリヒ卿を倒すなどと、分際をわきまえんたわごとを抜かしたこと。そしてもう一つは、よりにもよって恋などと私の忠を侮辱したことだ。その船舶さ、罰を与えねばならん。残念だよ、キルヒアイゼン。たとえエインフェリアになる身とはいえ、次に会うとすでに貴様を狂っているかもしれん。逃さん。どこにも行かせはせん。永遠に私のもとで私の機嫌を取りながら這い回れ。図星疲れて怒っちゃいましたか。それにさっきも言ったはずです、この城であなたの世界は。くだらんよ。いつまで経っても進歩のない認識の甘やは褒めが、貴様一体何を根拠に私の全てを知っているなどと思い上がる。無限に広がり続ける爆心だと。ああ、そんなものも確かにあったな。あれは戦争用の制約に過ぎん。汗を外してやろう。光栄に思うがいい。これを知るハイドリヒ卿しかおらん。そして実際に見るのは貴様が初めてだ。真実に誓いを守った者もなく、彼ほど誠実に契約を守った者もなく、彼ほど純粋に人を愛した者はいない。だが彼ほど全ての誓いと全ての契約、全ての愛を裏切った者もまたいない。何時それが理解できるか。我を焦がすこの炎が全ての汚れと全ての不浄を払い清める。払いを及ぼし汚れを流し溶かし解放して尊き者、至高の黄金として輝かせよ。神々の黄昏は始まったゆえに、我はこの荘厳なるバルハラを燃やし尽くすものとなる。ブリア、ムスペルヘイム・レーバテイン。
そうだ。故に分かるな、キルヒアイゼン。絶対に逃れられぬというのはこういうことだ。逃げ場など最初からどこにも存在しないものを言う。勝負ありだ。もはやどうにもならん。